はい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 。皆さんこんにちは、龍也です。今回ですね、今回なんと TWICE さんいきます。 TWICE! はい、そうなんです。今日は TWICE のライブ、本当にやばい、スタジアムツアーがもう日本の TWICE の Ready to Be のツアーも始まってるんですけど、今回は今日から TWICE のジャパンツアーが始まるので、それに行きます。その努力です。始まります。で、本当に、はい。で、今から大阪に行くんですけど、ちょっと時間が本当ないので、今、いつもよりも時間がないので、もう、メイクしていきます。で、今回は、友達とトライスのライブに行くんですけど、会場が大阪で、ヤンマースタジアム。僕も行ったことない。いつもなんかセレッソ大阪が使っている、スタジアムらしくて、僕、スタジアムのイベントとか初めてで、超緊張で、そうで、超緊張じゃん、スタジアムツアーなんか、スタジアム、野外なんか今日雨やばいよね、本当に。こんなことあるっていうか、本当に、まあいいんですけど、楽しいから。まあでも中心にならなければ、そのまあ、大雨とかで、大雨警報とかで、中心にならなければいいけど。今回、アップグレード機能、違うわ、アップグレード席っていうのも、始まって、ファンクラブに長期の人がなんかできるみたいなやつで、それやったらアップグレード当選して、ひゃーと思ってやったんですけど、僕の席が、アリーナ C5 ブロック、6列4番っていう結構、なんか、マップ、まあ、スタジアムでかいからわかんないけど、結構、アリーナはほんと、サイドって感じ。なんか、こういう感じだったら、こっちら辺の、ここら辺、多分、もし、トロッコがあったら多分勝ちたい、いいよねって多分席で、トロッコ本気で頑張ります。てか本当絶対やばい。そう本当にもう TikTok めっちゃ流れてくるやん。そう本当に TikTok めっちゃ流れてくる。僕本当にもちろんそのちょっと見たいけど、全てを知りたくない派だから、こうやって水にスクロールとかねするんですけど、もうちょっとだけ見ただけでも本当やばいの。本当ストロみんなのソロやばそう。本当に楽しみ。でポッポ奈良さんのソロ聞きて、絶対聞けるかな、わかんないけど聞きたいな。ナグナスがオープンソン、シューパースタイムナヨンっていう。楽しみ。そう、今回もそう。結構もうメイク、もうアイシャドウとか塗らない、まあ塗るわ。そう、雨じゃん。なんか雨ってさ、やだよね。今回その野外っていうか濡れちゃうから、カッパも買ったの、傘なんかさせないから、会場内で多分知らないけど。アマゾンで3000円のカッパ買ったんですけど、ほんとめっちゃ重くて、僕でもそのダイソーのカッパとかあったらお尻穴いちゃうから、バリって育っただけでブリって なった経験2回あるので、ちゃんとしたやつ買おうと思ったんですけど、めっちゃ重い。もう荷物でほんとに、そうピーン、そうこのね、トワイスの初ドームツアーか、トワイスのドーム初、トワイスの初ドームツアー、多分コロナ禍の前のグッズなんですけど、これ多分トワイスの、多分チェーンさんが書いたトワイスメンバーのこのビニールのナップサックを使えばいいやと思ったんですけど、もうこれパンパン、やばくない？本当に何入っとるんやって感じですけど、カッパがほぼです。カッパがほぼで、今回のグッズが今回で、まあ去年もだっけ、あ、そう1年経ったよね、去年のトワイスのなんだっけ、ツアーから4月25日とかのツアーからもうほぼ1年経って、やばいよね。そう、僕去年の4月から今年の4月までで、僕17公演、16公演ライブ入れて、びっくりしたんだけど、今年も楽しみます、オタ活。昨日今日からだから、昨日にもう多分その、外装、その、大きい旗とか、あるらしくて、そう。昨日その、多分、現地の男の方がその、スタジアム多分近く行ったのかわかんないけど、その、広告旗があるらしくて、本当にあんま多分なかったよね、今まで TWICE って。そのファンミーティングの時もあんまなかった気がするし、ビジョン、東京ドームでなんかビジョンに映るやん、そのなんかね、ああいうのあるけど、畑ってあんまなかったから、ちょっと絶対と写真撮るから、そうだから今日雨だから、もう、ね、いつもそのライブ前には道頓堀行ってなんかイエーイみたいな言えるけど、今回もすぐ会場に行きます。雨降る前に、1時ぐらいから雨降るから、その前に行きます。別にこれ言わなくてもいいかもしれないけど、全部共有します。てかもう髪の毛もなんかその雨だからさ、どうせなんか
ね、なんか雨の、なんか逆にワックスつけた方がなんか、なるから、雨の日って。迷ってんだよね。そう、だから今回、そう、あと今回、まあ、たまに前もかけないかわかんないけど、NCT ドリームの時とか、今回メガネかけません。えぇ、ー、って感じで、僕といえばメガネで、僕のトレードマークのメガネ、これできるみんな。トレードマークメガネ、もう、していきません。本当になんか、そう、なんか、メガネって、メガネかけてる方わかるっていうか、雨の日とか、なんか、違う花粉、鼻水とか、そういう時に、なんかメガネがあると、なんか、うんってなる。なんか、ほんとなんか、切羽詰まる感じがするから、今回は、メガネ、置いていきます。すいません。もうメイク終わり、もう、こんな、もう、なんでもいいよな。まぁ、ちょっとこれ、涙袋。じゃあ、ちょっと一回手洗います。プリーン見えますかこれ。見えてる。ちょっと、今、ちょっと、ね、首寝違えたらわかんないけど、首、ちょっと痛くて、まぁ、これ、グッズで、グッズ、ただのグッズでーす。見えてる、ほんとに。あ、見えてるわ。可愛くない？今回そのスタジアムっていうのでなんか結構スポーティーな感じらしくて、トワイスって書いてあります。今回この半ズボンで行きます。いや雨だよ、リガ君。雨だよってなんか落ちないけど別にいいんですよ。私が頑固なので。結構あと20分ぐらい時間あるから、ちょっと待って。僕はいつもグッズあんまり買わないはずじゃん。多分みんなわかる通り。欲しいのがあったら買う派なんですけど。結構買いました。私、あと、ペンライトが変わったから、そう、ペンライトが、キャンディーボン、インフィニティに、変わったから、それも買いました。ちょっと、もちろん紹介します。プリーン！今回はこの、さっき言ったビニールバッグ。いつだろ、これ。こんな感じで、そう、多分本当に、コロナ禍、多分、トワイスライツとか、多分、グッズ、多分、グッズですね。プリーン！ラブリーの、ぬいぐるみ作って、ペンライトです、イェーイ！こんな感じの白い感じのペンライトで、そう、これがプリーン！そう、これもグッズで今回、リストバンド型のペンライトみたいな。そう、こういう系のやつで、まあ、これは別に多分別に、なくてもいいんですけど、テンション上がっちゃって、買っちゃいました。でも、かわいいこれ、これも電池入れて、光らせます。これがタオル。プリーン！ほら、こういうスポーティーなと、メンバーが多分こっち系の多分書いてくれたというか、書いた感じの、こっちか。本当バスケットボールとかサッカーボールとかそのテニスラケットとか本当スポーツな感じ、スタジアムって感じのタオルでーす。これでも汗っていうか雨を吹きながらライブとか見ます。だから本当にやばいよね。そうだからペンライトも雨に濡れたら怖いからビニール袋持ってやります。怖すぎで、ピーン、うちわケースでやばくない？そう、今回のビジャです。かわいいよね。傘、そう、普通の傘持ってこうと思ったんだけど、多分邪魔な時が多いから、多分ああいうのって。まあ、風が強かったらやばいけど、まあ、折りたたみ傘で行きます。まあ、カッパがあるから、そうで、カッパこちらです。ピーン！そう、やばくない？これ、カッパ。最悪。でも、本当に重要だと思うので、ね、楽しむためには、カッパ買いました。で、あとまあ、このケチャップ袋に、まあ、イヤホンとか、あとこの、アクキーを、このアクキーを持っていきます。なんかこういうのだったり、もう本当に、いえ、これ、荷物減らせばってなもんじゃないか。これ大切だから、これも。これと、一応なんか塩分系、野外って聞いたから、熱中症怖くて、そう、だから一応買ったけど、まあ、今日雨だ、わかんないけど、気をつけて熱中症みんな、本当に熱中症って本当やばいから、本当に気をつけてください。塩分系と、またビニール袋、ね、うん。まあ、とかです。持ってきます。これを持って、やばい！穴開きそう。あ、いけるわ。これを持って、いきまーす。首痛い。でも、行ってきます。トワイス、ラジャー！はい、友達と合流しました。今、新幹線乗って、スタバと、パンとか買って、朝ごはんっていうか、食べまーす。で、このストロベリーみんな飲んだストロベリー、もう、まだやってるのかなわかんないけど、スタバのストロベリーフラペチーノみたいな。めっちゃうまかった。で、大阪着きました。イェーイ！大阪の、右側、大阪、関西右側ので着きました。右側のエスカレーター。すごい。はい、長いスタジアムつけました。で、ここから、写真を撮ったりします。本当に1時間後とか2時間後とかにもう雨が降っちゃうので、そう、雨が降っちゃうので、その雨が降るまでに写真を撮ろうと思って今、会場前に向かっています。楽しみ。最高。やばいんだけど、普通に。最高。感謝。
で、こんな感じで写真を撮ってみたり、あの、ペナントとかも一緒に撮ったり、あの、こんな感じで可愛い内訳とか入れて、そうそうそう、プリーンこの旗が、あの、フラッグがあって、やばいと思ったし、これも1時間7分撮れました。この看板と一緒に1時間7分撮れました。今雨降ってきて、今からご飯を食べに行きます。イェーイ。今2時半、2時45分とかで、会場が3時半だから、あんまいい感じです。ねえ、楽しみです。楽しみです。本当雨降ってて大変です。いただきます。ちょびーん行きたかったなんかカレーうどん屋さんがもうあのラストオーダーで行列でした。どこに行けばいいの。ピーン、これがお昼ご飯です。イエーイ、コンビニに行きました。美味しそう。いただきます。幸せ。その本当にあのフォトスポット並んでたら1時間ぐらいかかっちゃって、やつがだからもうあのご飯はコンビニです。すいません。すごく美味しいです。美味しいです。どん食べよう。何だったの。どんとおにぎりとどら焼き。ドラえもん。どこがレモンです。似てません。はい、今あの食べ終わったので今から会場に向かいます。本当にもうあの雨なんですけど、まあでも、なんていうの、別にこっから会場に行ってもどうせ濡れるんですけど楽しみます。イエーイ、ワンワンサンシャーン。はい、今あの会場とかのなんかヤンマーについてあの今から会場に入ります。で、このフェイスガード、そのカッパについてのフェイスガードはあのライブ中はもちろん外してるので、あの安心してください。外しています。で、今から会場にあのライブ始まります。どうしどうし、楽しみ。数時間後、はい、行ってきました。本当にめっちゃくちゃ楽しかったし、あのまた話します。今ホテル着きました。で、今からこのプリーンプゲートに専用入り口入ったらこれがもらえて、このやばい開放します。今からキャー、もう中身何も知りません。超楽しかったね。それもめっちゃ楽しかった。開放だってなあ。で、ええ待ってすごくない。え、意味わかんないんだけど、これ何見たい。何これ、こういうの書いてあるわ。来てくれてありがとうみたいな。プレゼントだ。限定タオル。やばい。で、負けちゃうこれ。うん、え、生地感ありますか。すごくない？待って。タオルじゃない？すごくない？すごくない？しかも見て、大阪限定だよ。え、やば。大阪って書いてある。思い出。やば。え、めっちゃいいじゃん。ちゃんちゃかちゃんちゃん。何？え、でも普通にやばいかも。え、やばいかも。え、やばい。やばい。え、待って、可愛すぎる。だよね、あの、うん、あのさ、グッズのあれじゃない、うん、グッズはさ、あのランダムトレカの、うん、そうそうそう、やばやば、やばくない。意味わかんない、こんなの初めて。で、この缶バッジと、やばい。で、これも缶バッジ2個。え、かわいい、やばい、かわいい。え、だからタオルあるなら早く開けたかったんで。まあいいけど、そのこと言いません。一番これがちやばい。これやばい、これ開けたい。なんかビップみたいなさ、ね、ビップみたいな、ラケドロ、ラケドロの素材。SMR やばくない。すごい、え、すごい、え、めっちゃいいじゃん。すごい、え、ペンライトの色、ほんとだ、トワイスカラーだ、2色で。すごい、え、めっちゃやばい。え、めっちゃいいじゃん。かわいいかも。え、やばやば、嬉しい嬉しい。え、ガチでいいじゃん。めっちゃでかい。嬉しすぎる。めっちゃバスタオル。ありがとうございました。今からご飯食べます。イエーイ。バンス。トワイス、トワイス。じゃあ。ではもう寝ます。おやすみなさーい。翌日。おはようございます。今あの髪の毛を濡らして乾かして寝癖を直しました。今日も大阪雨っぽいです。今からメイクしていきます。今日は普通にカフェに行ったり、なんかあのその大阪のあのジェントルモンスター見に行ったり、会場のおともれ聞きに行ったりします。今あのホテルを出て、今からあの荷物預けてあの遊びます。イエーイ。ちょっと雨降ってる、まあ、でも思ったより晴れてる、曇りだけど。行きます。イエーイ、新サーバーに着いて今からあのグリコの方面に向かいます。こんな感じでいっぱい歩きました。そう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 、あの歩いていたらプリーン、トミーナイノさんがいて最高でした。
で梅田行ってこの航空かわいい航空見たりしたり、あのジェントルマスターも行ったりしました。めっちゃ楽しかったです。梅田初めて行きました。あ、初めてじゃないかも。で鶴橋に来ました。イエーイ鶴橋最高、イエーイ、チーズポップ最高、やばい。いただきます。でブレーカー取ったり、あのこのカフェ、あのマカプレストに来たりしました。めっちゃ美味しかった、可愛いし。来ちゃいました。長いスタジアム、ヤンマードスタジアム、もうライブ始まっています。音漏れめっちゃ丸木公園すごい。グッズ販売入り口見てみよう。あ、え、すごい好き好きじゃん、めっちゃ空いてる。好き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 、すごい、え、このスマホのやつ欲しい。4時39分のグッズ売り場です。もう結構売り切れてるかも。うわ、え、あ、 T シャツめっちゃ売り切れてるわ。友達はこれを買っていました。誰？本当に？え、見たい。見たい。何この時間？ありがとうね。最高だったよ。帰ります。あ、はい、もう新大阪駅着いて、あの今から帰ります。本当に楽しかったし、また行きます。めっちゃいい思い出でした。最高大阪。えみないよ、ゆうちゃんよ。ママちゃん、サナちゃん、バカちゃんよ、ミナちゃん、キムラちゃん、サンちゃんよ、よっちゅん、いっぱい帰ってきました。今からあのトワイスのライブのあのレポっていうか、思ったこと、感想っていうか、本当にやばかったので、あの全て言います。とりあえず乾杯乾杯乾杯、本当にあそこ最高、イエーイ、乾杯です、イエーイ。あ、本当にね、ね、本当に僕って本当にトワイスが人生初めて K-POP ハマったアイドルだし、そのトワイスのライブが多分一番累計で、そのアーティストのライブ行ってるけど、一番プレシャーって今までで一番。トワイスのドリームツー、あのドリームデーとか BDZ のアリーナツアーとかも行ってきたけどね、トワイスランドとか行ってきだけだけど、Ready to be 一番楽しかった。本当に多分一番大雨の日だった。本当に大雨ね、あの本当にまあ Vlog 上がってる時、本当大雨の日で、これどうなんだろうと思いながらもう言ったけど、本当に超楽しかった。本当に。ありがとうございます。とりあえず、あの、ありがとうございました。で、今回は僕の席が、アリーナ C5 ブロック、6列目3番、そう、本当にやばい席で、ここら辺ね。最初になんか本当にその、あ、そう、で、そう、最初に、ピーン、その、あの、チケットを認証して、あの、入ったらこれがもらえて、え、何これ、まあ、さっきご紹介したけど、今日はちょっと撮っとくけど、何これっていうのがね、アップグレードの特典出てきて、びしょびしょになりながら受け取って、で席が本当センターステージ兼花道、そう、センター花道じゃなくて、そのセンターステージのサイドみたいな、センターステージのサイドのちょっと前みたいな感じで、あのやばかった。本当にあの表情も誰かも分かる席だった。本当にちょトワイスだった。本当めっちゃ久しぶりに、いつも僕はあのスタンド席とかあったので、本当にいつもあのダブル会員で応募してるけど、あのスタンド席で、あーイエーイと見てた。今回は本当にそのほぼ通路、まあ、ほぼ通路系の、あの、あれで、あの、見れました。本当に、やばいよね。あーとか、その、目が合う感じの距離ではない。そう、正直目が合う感じの距離じゃなくて、その、あーこれ、一方的な、あーって感じで、あーじゃなくて、あーみたいな感じでした。でも、普通近い。ガチ近い。近いよ。あとそのセットが、その本当に、なんかそんな知らないけど、そのなんかいつもよりもなんか結構あの、海外的な感じの、本当なんかこういう、なんか、絹みたいな、なんか一枚の布をなんかめくったみたいな感じの、こういう、よかったね、こういうやつね、こういうなんか白い感じで、こういう感じのやつなんですけど、そこで本当なんかみんながその、ライブ始まる前はその映像でこうやってみんながこうやって目をつぶってる、こうやって、ってこういう映像がずっと続いてて、それが終わって始まる、セミ、フリースタート。
やばすぎ、そうそうそう。もう本当にいっぱい言ってことなんですけど、そのセミフィルムやばかったし、その、ちょっとあんまなんですけど、その、Cry for Me の時かなんかで、その、Cry for Me ってその、ドゥードゥードゥードゥってその、これで始まるこの最初の声で。あーい、なーって始まるその、始まり方がその、ステージで背中を向けて始まって、そう、え、どういうことってなったその、ね。で、カメラは、観客側を向きながら、トワイライトを映してるって感じで、え、なにこれみたいな、こんな初めてと思いながら、だったんですけど、これもやばいし、あとその途中で、そのサビかな違うな。最悪も、記憶力やばいんですけど、モニター全体に9人がバッて映って、クーってなって、ほんと友達と一緒に、はぁはぁみたいな、その、なんて言えばいいの？モニターって普通なんかその3枚、モニターの、わかんない、通常知らないけど、その3枚くらいあって、なんか本当に全体、集合みたいな感じで映ると思うんですけど、ライブで2回くらいその、9人がバーって、全部のモニターを使って、プスって、並んでて、もうそれが本当になんか、はぁなんかその、なんか嬉しかったです。本当に。なんか、あー、なんか本当に、後された大画面に。本当にさ、まだ僕の推しで、なやまさんの本当になんか、なんかそうそうそう、なやまさんが本当いつもよりもなんか本当になんか、なんか笑いながらさ、感じ、まあ、いつもだったのが、なれ、なれ、なな、ファンシー、ユーって感じだけど、その僕が わかんないけど、なれ、なな、ファンシー、なな、なな、なな、みたいな、そのなんか、笑いながら歌う感じ、噛み締めながら歌ってる、なんかその、多分知らないけど、なやまさんの心情知らないけど、そのなんか、雨だけど、なんか、盛り上げようとしてくれてる感じが本当に伝わって、本当にって思いながら見てました。本当にガチ最高でした。本当にその僕って本当に冷血人間で有名っていうか、本当に泣かないじゃん。その僕が唯一泣いた映画はなくて、ディズニーピクサーのウォーリーでギリ泣きそうになったって感じなんですけど、そのファンシーで本当になんか泣きそうになっちゃって、本当にへーみたいな、うんって思いながら、本当になんだろうそのなんか走馬灯みたいなわかんないけど、ね、本当に、本当に、トワイス好きで よかったっていうか、本当に、あー、みたいな、泣きそうになりました。本当に雨が本当尋常じゃないぐらい降ってて、もうフライヤーがこんなことになるぐらい、その雨が土砂降りで、って感じだったんですけど、本当にステージに水が溜まっちゃう、そう。ステージに本当に水が溜まっちゃうぐらい、本当に雨やばくて、その途中でもスタッフさんがこうやって水を吐いたんですけど、水しぶきが、踊るたびに、ピシャーってなって、やばって思いました。本当に。まさか、もちろん正直多分、危ないけど、その、危ないけど、まあ、かっこいいと思っちゃった。本当に、なんかその、水しぶき、踊るたびに水しぶきがパッて上がるの、本当になんか、うわーみたいな、自然が生み出した、演出、よかったです。でも、誰もなんか、あーとか、転ばなくて、よかった。あ、そう。まあ、これはちょっと、カンニングワンスっていうか、まあ、しょうがないっていうか、TikTok でね、めっちゃ長いできて、その、ベルガーハー、デカベクデカ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 デ、トワイスがその逆光っていうか、その、照明当たらずにその背景が真っ赤になって、踊るっていうのが、その、シルエットダンスみたいなのだったんですけど、あれ、やばすぎるよ。あれ、誰考えた？やばすぎ。ガーハー、デカベクデカ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 っていう、あれ、ほんと最高。そう、あとそう、今回トワイスは本当にみんなのソロがあるっていうか、前まではその結構ユニットとか、すいません。ユニットとかがあったんですけど、今回全員ソロがあって、本当全員それぞれの個性に合ったソロっていうか、皆さんで、ね、やばすぎる本当に皆さんはそのアリアナ・グランデさんのセブンリング、バンダンブランダーブ、ダングランブランダーブ、アラブランデン、ブランブラングランデン、バリン、ベンデン、ダルン、ダルン、デルダン、デン。本当に見たかったし、あと、パパパほんと超楽しかった。日本で初めて、ソロでやるの初めてって言ってたから、だよねーって思うのは僕も初めて見たし、本当に、もう、ね、念願の見れて本当によかった。超嬉しかった。本当に。なんだろう、本当に元気になった。本当なんだろう、本当に楽しすぎたよ。うん。私、あと、ジョニョンさんのその、やーやーみたいなそのソロの時に、なんかソロか MC か忘れたんですけど、その、声が小さいって言って、あーみたいな、そのなんか、有名なんか、Like a Bulldozer の時の声が小さいっていう、その、かけてやったのか偶然かわかんないけど、声が小さい聞けて、ジョニョンさんの、はーってなりました。全員のソロやばかったし、ソロ本当楽しすぎる。私、あとその本当に僕のステージ、違う、僕のステージじゃない、僕の座席は本当に
あの左寄り、左寄りだから、その中央が本当に右、めっちゃ長いのね、そのセンターステージの花道、その本当にその絵、カタカナの絵のここの部分が超長くて、僕はそのめっちゃ左側にいて、その真ん中がもう本当にめっちゃ遠く見えるぐらい結構遠くて、でもそのね、雨をパラパラパラ、照明バーンの構図が良すぎて、本当今生で見てるんだよ、そのなんか、めっちゃ良かった、あの構図。まあ、本当に、雨が本当にちょっと、演者側からしたらめっちゃ邪魔かもしれないけど、滑ったりするから、野外ライブ感、味わいました。スタートする、本当にトワイスメドレーが、あ、そう、その、ノックノックとか、チアアップとか、あと、まあ、本当に、そっち系のっていうか、その明るい系の、メドレーがめっちゃ楽しくて、本当に、本当結構まあ、フルじゃないけど、どんどん変わっていく感じ、本当に、アニーズラーとか、ハードシェイカーとか、やってた、超楽しかった、トワイスメドレー。本当楽しかった、あれ。本当に、その時はね、その時は結構クラッカーじゃないわ、亀風機、あ、違うわ、銀手も飛ぶんですけど、その、風が多分強いのか分かんないけど、僕たちの方に飛ばなくて、アリーナだけど、本当全部あっち側行ってたし、これちょっと悔しかったんですけど、本当に、メドレー楽しすぎたよ。アニスタやっぱ全部の曲いいよね。そう、ダンスナイトアウェイ。そうさ、最後2曲、アルコールフリーやってから、ダンスナイトアウェイやったんですけど、アルコールフリーも良かったし、僕大好き、アルコールフリー大好きで、本当に。その次に多分、そのダンスナイトアウェイ、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 フーって、花火ぶち上がり、プー本当に、その花火、友達と一緒にその花火上がるかなみたいな、その雨降ってるからどうだろうね、みたいな、その思ってたので、上がって、で最高でした、本当に。アンコールで、みんな持っていた、めっちゃ長いセンターサブステージみたいな、長いとこ、カタカナの絵のここに来てくれて、ジョルムさんが服を投げたり、アンコールはその傘差し、トロッコもかわかんないけど、傘差しながら、やってたんですけど、ジョルムさんがその雨に、傘に水を溜めて、ももさんに、バシャーってやってたり、あーって、鬼ごっこ、そういう遊びとかしたり、最高のアンコールでした。超楽しかったです。めっちゃ雨っていうか、アンコールもなんか早めに終わるっていうか、別になんか、はい、ありがとうございましたみたいな、結構早く終わるっていうか、なんか、テキパキ終わる感じかなと思ったけど、本当に、めっちゃやってくれて、本当に、普通にやってくれて、へぇーって、本当に、風邪ひくよって思いながら、本当に次の日もあるから、あなたたちは、本当に優しいっていうか、本当に、トワイスってその2曲、ルーレットで曲を決めて、歌うっていうか、やるんですけど、もう1曲みたいな、3曲やってくれて、本当に、ありがとうございました。普通にめっちゃ雨降ってるから、本当に。まあ、後半はちょっと弱まってたけど、すごいと思って、本当に、風に気をつけてください。はい、ということで今回僕の TWICE の、ライブレポでした。どうでしょうか。本当に1年ぶり、約1年ぶりに去年の、ライブから一緒に行ったんですけど、本当超楽しかった。本当に、野外ライブも僕初めてで、まあ、多分大半の方はそうと思うんですけど、野外ライブ、超良かったわ。本当めっちゃ思い出、本当に超楽しかった。めっちゃくちゃ。ギガ最後まで見てくれてありがとうございました。また動画投稿します。じゃあみんなバイバーイ。本当に野外ライブの時本当ビニール多めに持ってた方がいい。本当にめっちゃ友達がもうめっちゃ持ってきててビニールを本当にありがとうって、本当僕もビニール持ってたつもりなんですけど全然足りなくて、本当にビニールって本当めっちゃ強い雨には。これから野外ライブある方は気をつけてください。バイバーイ。